海軍用軍艦機カナダ海軍はカナダが保有する海上兵力。カナダは太平洋、大西洋、北極海に面しており、カナダ海軍は海上防衛兵力として艦艇を保有、運用している。太平洋及び大西洋が活動の中心であるが、北、大西洋条約機構等の活動に参加するほか、北極海の海標の縮小に伴い、 その方面へのプレゼンスも重視してきている。名称は変遷しており、1968年の統合軍改善の正式名称は王室カナダ海軍であった。1968年に陸海空の3軍を統合して、カナダ軍のカナダ統合軍海上部隊へと改編された。しかし、2011年8月16日には、 ロイヤルカナディアンネイビーへと名称が戻されている。イギリス海軍と密接な結びつきがあり、イギリス海軍の退役艦を受領して運用する例もある。運用している艦の名前には、HMCS マジェスティーズカナディアンシップをつけて、故障する固定翼紹介機の運用は空軍に任せるなど、イギリス海軍の影響が大きい。軍の規模は小さく、 戦艦や航空母艦を使用する大規模な海戦は経験していないが、第二次世界大戦においては、イギリス海軍と共にフラワー級コルベットを運用して U ボートによる通称破壊に対抗したほか、航空部隊がイギリス海軍の空母で活動した。カナダ海軍は1910年に王立海軍内に設立されたカナダ海軍部隊を前進とする。 1968年2月1日に陸海空産軍が統合軍化した時にカナダ統合軍海上部隊として改編された。1970年まではマジェスティック級航空母艦のボナベンチャーを運用していたが、それ以降は航空母艦を保有せず洋上固定翼機戦力は運用していない。なお航空部隊は1975年に カナダ空軍に移管させている。1980年代からは艦隊の主力としてハリファックス級フリゲートを配備してきている。湾岸戦争の際にはペルシア湾に艦艇を派遣し、タイテロ戦争においてもアラビア海に艦艇を派遣している。2011年6月現在、ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より、 過去に収益した官邸についてはカナダ海軍官邸一覧を参照。2011年6月現在、ジェーンズ・ファイティング・シップス2011から2012より、国籍機はかつてはブルーエンサインを元にしたものを使用していたが、1965年からはカナダの国旗のカエデ模様を基調としたホワイトエンサインに変更された。これは2013年に、 国籍機と軍艦機を入れ替えている。ありがとうございます。